それでは後藤知事から就任にあたっての訓示をいただきます。全員ご起立願います。挨拶を交わします。総務に礼。職員の皆様は着席願います。皆さんおはようございます。それぞれの業務をお忙しい中、今日私のスタートという形で過去の皆さん方にご列席いただきました。第61代山梨県知事に就任しました後藤仁志でございます。今日から皆さん方と一緒に山梨県のさらなる発展のため、そして県民の暮らしの向上のため、共に努力をすることとなりました。これからもどうぞお力添えたまることを心から願い申し上げたいと思います。今日雪の中でありましたが初登庁をさせていただきました。ちょっと入り口でですね、若干スリップをしましたが、何事もなく今このような形でこの場に立たせてもらっています。もとより今回県民党という立場で立候補させていただき、そして県民の皆さん方の大きな信任を得て知事職を務めさせていただきます。私自身、改めて身の引き締まる思いでありますし、また職責の重さを改めて、重く感じている次第でもございます。これから県政の新たな出発にあたり、これから県政にあたって基本的な考えについて私の所信の一端をお話しさせていただき、皆さんがと思いの共有をさせていただきます。思いというのはですね、真紅の思い、他に心ではありません。木に目を描いて心を描く、思いであります。ぜひその思いという形でお話をさせていただきますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。まず厳しい経済社会情勢が続く中で8年間の県政運営を担当され、富士山の世界文化遺産登録など多くの功績を残され、昨日任期を終え退任されました横内前知事におかれましては、新人なる敬意を申し上げながら、横内知事からも13日の日に質疑式を行いながら、果敢にあらゆる角度から挑戦をしてほしいということを直接お話をお聞きをし、さらには昨日の就任の話題の部分でですね、私に塾に断行という言葉を送っていただきました。これ自身私も、頭にですね、常に思いながら、これからの現政面に当たっていきたいというふうには思います。すべてが私のことを知っていただいているわけではありませんので、私の若干の生い立ちも含めてお話をさせていただきたいというふうに思っています。私は昭和32年7月22日に、甲府市の牛ヶ谷町、牛ヶ谷町って知らない方いらっしゃるかもしれませんが、甲府、卸売市場のちょっと南側になります。当時は市場というものもなくですね、私のうちも農家で養蚕もし、野菜も作り、また米も作りというふうな形での次男坊のであります。そんな中で私自身、やはり農業問題、食料問題というものの大切さを、その親の職業を見ながら、今でも一番のベースだというふうに思いながら、感じながら、さらにはもう40年近くなりますけども、ちょうど皆さん方も同じ年代の方もいらっしゃいますけども、ちょうど私が高校1年の時にローマクラブという有識者の団体が成長の限界という本を書き、その時に私もたまたまその本をですね読み、そしてその食料問題の大切さ、エネルギー問題の大切さ、さらには人口の問題というですねものをどう解決しようかということで、高校2年の時にはですね、どちらの技術者か、また、経済か経済にですね進むか、いろんな大学に進むべき方向性について自分なりにいろいろ悩みました。そんな中で実は物理ができなかったどうかが別としてもですね、最終的には東北大学の経済学部という形に就職進学をさせてもらい、その中で大学時代はですね、食料人口問題というものにさらにいろんな議論をですねする研究会も立ち上げました。私の原点は実はそこのローマクラブの成長の限界にあるわけでありますけども、
やはりその時に思ったのは、やはり職業というものは学生のですね、気分だけでは解決できないし、課題というものは具体的に挑戦をし、その職責の中で解決できるということを自分なりに大学時代に学びました。であるならば、農林省に入ってですね、世界の食料問題、日本の農業問題を含めて挑戦をしたいという思いの中で、昭和55年に農林省に入省いたしました。ほとんどの仕事は、日米農産物交渉というですね、今バイズの交渉ということは非常に少なくなりましたけれども、それからスタートをし、食品の流通の問題、さらには JICA 国際協力事業団に、上司ともいろんな問題もあったんですが、2年間出向し、さらにはジェトロニューヨークという形でアメリカに3年間赴任をさせていただきました。帰国後は皆さんもまだご記憶に20年近く前ですからやると思いますけれども、米の緊急輸入やガットのウルグアイラウンドという仕事をさせてもらいました。どんな形で多国間またバイのですね、合意形成を得るかというのは、皆さん方もそれぞれのお仕事も幹部の皆さんですから、ご案内の通り、やはりいろんな合意形成の仕方があるということを、実は国際交渉の中ではつくづく今でも鮮明に覚えています。特に国連を二分するような、スタートは牛肉オレンジというですね、まだ当時はクォーター制度というですね、ものがあった時代でありますけれども、その中で国内では特に農業界からはその数字をですね、多くするということについてはノーであります。できるだけ少なくしろという圧力と、さらには消費者から見れば自由に安く物が買えるということはプラスであります。そのバランスをまず国内でどういうふうに形成をするか、合意形成をするかというのがまずベースにあって、さらにはその枠内で相手国をどういうふうに理解をしていただき、そしてお互いがウィンウィンの関係になるような合意内容ができるかということの直接交渉は当然まだ若かったですからしたことはありませんけれども、その下準備というものをですね、何ヶ月もアメリカにも行きながら、またいろんな国の関係者のですね、連合軍も作りながらその業務に当たったことを実は昨日のように思い出しています。1995年にはただやはり国際関係をですね、逆にたくさん仕事をした分、国内の霞が関、これは県庁のそれぞれの部局もそうでありますけれども、やはり壁、垣根というものがあります。それをどういうふうな形でその壁、垣根をですね、越えていくかというのは、やはり霞が関だけでは物事の本質的な解決にはならないというふうに私なりに思い、そして永田町を目指すというふうなことにさせていただきました。ただ選挙というのはですね、一人一人のお気持ちをどういうふうにその候補者に与えていただけるかという作業のですね、は1996年に私が一番初めに当選した時には 1,2,3 番目で落選ということの結果になりました。これは私まだ39歳で落選をしましたから、今でも非常に鮮明に覚えています。やはり一人一人の思いをですね、共有する難しさ、そしてそれぞれやはり長い期間作り上げたですね、講演会やその地域の組織、それに立ち向かうためにはですね、やはり違った形でのアプローチをしなければいけないし、自分自身が相手の方よりもやはりもっと努力をし、汗をかかなければいけないということを自分なりに一番初めの選挙でも学びました。2000年に第三選挙区に移って以降はですね、1回の落選もありましたけれども、4期14年間衆議院議員として仕事をさせてもらいました。ただそれもベースとしたらですね、一番初めは新旧1区というところから立候補したこともあってですね、本当に手探りの状態で新旧3区の部分で活動させてもらいました。本当に暑い夏はですね、背広に潮が吹いたこともありますし、また冬の寒さではまだなんとか支部長という名刺とですね、名前しかないものに自分の経歴や自分の思いを書いたものをですね、たくさんの人たちにお話をする機会を得たことはですね、今でも誰も負けない強さを自分なりに得てきたというふうに思っています。当然のことながら
皆さん方も行政マンとしてこの20年30年という中でそれぞれのお立場では同じような苦しい立場もあったと思います。ただし一人ではやはりできないという仕事の部分は政治という分野でもまさにそうであります。たくさんの人たちに助けられ、そして諦めずにやってきた私が今回の知事選挙において県民党という立場ではありますけれども、たくさんの県民の皆さん方からご信任をいただいたということについては、改めて私自身今までの自分の活動が間違っていたとは思いませんし、また皆さん方と一緒にですね、たくさんの課題をこれからやり遂げていきたいというふうに思っています。国会での活動はこれもご案内のない方もいらっしゃいますので、ちょっとだけ触れさせていただきたいと思います。私も与野党を通じて14年間仕事をさせてもらったこともあって、ほぼいろんな委員会の理事という立場で仕事をさせてもらいました。理事というのはご案内の通り、それぞれの委員会をですね回し、法案の修正も含めた合意形成、また国会ではよく付帯決議と称してですね、こういう修正まではいきませんけども委員の意思をですね出すということについては、2000年の初当選以来その職に就かせていただきました。さらには与野党、これも通じてでありますけども国会対策という立場で与野党の調整、そしてそれぞれの政党のですね持つ意味合いというものを水面下表も含めて調整作業をし、そして救い十路会や内容も含めて大きな取りまとめをしました。私はこの場で一番学んだことは、自分がですね、思って相手と合意をしたことはですね、例えば、その政党の中に戻っていろんなご批判やご異論があってもですね、それを必ず実行していくということだったというふうに思っています。いろんな私の部分も党内からもいろんなスケジュールの立て方や、また内容についてご異論があったときには当然党内の取りまとめをすることはもちろんですが、やはり一回合意したことを守っていかなければ信頼関係ということは生まれません。これはまさに皆さん方が今お仕事をされている部分のその継続性安定性ということだけではなく、これから果敢にいろんなチャレンジをですねしていただくベースにも、やはりそれぞれの業界やそれぞれの関係者の皆さん、そして地域の皆さん方の合意形成信頼をどういうふうに得ていくのかということに私はつながっていくというふうに思っています。当然その先頭に立つのは私自身でありますけども、ぜひそれをそれぞれの専門分野の中でお世話をしていただき、そして私が書いた部分がですねぜひ実行に向けて最短の時間できるように改めてお願いをしておきたいというふうに思っています。今お話をしたように政治活動というのはですね当然一人ではできません。当然行政のそれぞれの分野でも同じであります。私は政治家として育っていただいた自分の支援者、そして多くの県民の皆さん方の理解の中で今日まで歩んでき、そして今日から61代の知事という立場に立ってもらっています。その部分では改めて後援会、そして県民の皆さん方にですね感謝と御礼を申し上げながら、私自身は誇りと自信を持ってですね皆さん方のご期待ご声援にお応えするためにも何事にも負けない精神力をこれから持ってですねものに与えたいというふうに考えております。山梨の持つ課題というのはですねすでに私が昨年書いた部分で「ダイナミック山梨」というですね本を、皆さんまだ全員が読んでいただけでないかもしれませんが、いくつかのですねポイントだけ県政課題について私の今の思いというものをお話をさせていただきたいというふうに思っています。やはり今があるのは、過去が当然あるからであります。そしてやはり50年100年のですね節目節目というものと現在を比較をし、そしてその中で課題を設定をしながら物事に本質的に解決をするですね手段というものを見出すことが私は大切だというふうには思っています。ご案内の通り50年100年前の山梨をですね比較分析をすると、いろんなプラスの面やまたマイナスの部分が多く言われています。これは当然日本全体の近代化という中で山梨のそれぞれの産業や地域やまたライフスタイルも含めたものがいろんな部分で変わってまいりました。
100年前は明治から大正に移った時代、50年前は高度成長のですね、まさに私が小学校 1,2 年生の時の時代、さらには今という時代はですね、2015年で当然ありますけども、それは当然有機的に連携をしながら、さらにまたその複雑系でですね、行政課題というものが露呈をされているというのは言うまでもありません。当然そういう部分では簡単に解決する課題ではないということは私も十分承知をしていますけども、しかし難しいからダメだからということだけではなく、私たちが今持っているですね、全ての英知を使いながら、より良い未来、より良い将来に向けて私たちが懸命努力をしなければいけないというふうに考えています。3つだけ、まず私が昨年書いた本、そして1月5日に公約で掲げた部分、さらにはそれ以降選挙戦も通じて県民の皆さん方とですね、お話を得た部分で6つの課題について項目だけ述べさせていただきたいというふうに思います。1つ目はやはり我が国、我が県のですね、雇用と経済を支えている基幹産業をどう発展させるかということ、2つ目は農林業、地場産業、観光、地域資源というものがベースになっているものを生かしながら個性豊かな産業を生み出すこと、3つ目は少子化が進行する中で明日の山梨を担う人材を育成する教育、そして子育てを支援する体制をどう充実させるかという問題、4つ目は生涯にわたって心身とも健康に、そして生き生きと暮らせることができる地域にすること、5つ目は自然災害、そしてインフラの老朽化、公共交通機関や商店街の衰退、まあ、などなどありますけれども、地域の暮らしと企業活動をどう守っていくかという問題、6つ目はそれぞれの問題というものはですね、課題を解決するには当然地域のイノベーションということが必要になりますから、それをどういうふうに起こしていくかということを、この3つだというふうに思っています。この3つは当然課題はですね、先ほどもお話をさせていただいたように、それぞれ独立したものでは当然ありません。相互に関係をし、そして、それぞれがですね、複雑系に絡み合っているものだというふうに思っています。先ほども繰り返しありますけれども、今私たちが明るい未来を目指しながら強い意志を持ってこれらの課題に対処しなければ、減少に転じているですね、人口問題だけではなく全てが負のスパイラルに陥っていく可能性が大というのも必須だというふうに私は思っています。それを回避し将来の山梨を考える中で最も重要な課題であるのは、低住人口をですね、まず減少を止めること、そしてそれを増加へと反転させなければいけないというふうに思っています。これは1月5日にこの課題にですね、どう対応するかということは117項目の先行公約を私自身挙げさせていただき、県民の皆さん方に信を問わさせていただきました。当然その中には皆さんの目から見て、専門家の目から見てですね、新しい課題や難しいなという課題が当然たくさんあります。しかしこれをやり抜かなければそのベースが私はできないというふうに確証しています。したがって今日から皆さん方におかれましては、それぞれの分野の中でこの117項目の公約実現に向けて当然検討はしてもらう結構でございますが、実現実行に向けて直ちに着手をしていきたいというふうにお願いを申し上げます。当然この課題はですね、この117項目だけではありません。たくさんの時代の変遷、そして産業の変遷の中でですね、地域や産業の中で今解決しなければいけない課題というものはたくさんありますし、私以上にそれぞれの専門分野では皆さん方が承知だというふうに思っています。柔らかな感性と強い気持ちを持って県民の生活を守り、そして山梨を元気よくするというふうなことの部分をベースにしながら、私以上の専門性を活用しながら課題の発見とその解決に向けて努力をしていただきたいというふうには思います。さらに私が100万人というふうな山梨を目指すというふうに宣言をさせてもらっています。これについては皆さん方もですね、そんなことすぐできないよ、
日本全体が数が少なくてるからダメだよというふうなことを、まあ、今もでも思っている方がもしいらっしゃるかもしれません。ただ私は今までの自分自身、先ほど話した自分自身の経験からもですね、やはり目標を持ってそれに挑戦していなければ、挑戦をしていかなければその解決は絶対できないということを強く思っています。そういう意味では私たちが持つ地域資源というものがたくさんあるというふうに今までも言われていました。ただそれが使われているかどうかというのはまた別の次元だと私は思っています。ですから今山梨の持つ地域資源というものを世界に発信できるその力、さらにはその100万人山梨を目指すことがですね、新たな日本のモデルになるような山梨というものを、私は今まだ選挙権も持っていない子どもたち、そして子育て世代で悩んでいる方、さらには高齢者、障害者の方も含めた誰でもが安心して暮らせる、やはりもう一度山梨ここにあるということを、新たな山梨づくりをですね、皆様と一緒にエネルギーの供給力、景観農業力、安心防災力というものは今でもベースがありますけれども、それを高めながら県民の皆さん方、そして職員の皆さん方と一緒にダイナミック山梨クラスター社会構想というものをですね、私は作り上げていきたいというふうに思っています。ご案内の通り、なぜ暮らしなという言葉を使ったのかというご質問もたくさん受けますので、あえて少しだけ話をさせていただきます。暮らしなというのは当然のことながら他の金属よりですね、まあ、はるかに耐久性が高く、そして永遠に輝き続けるというふうな金属でもあります。私は皆さん方もご案内の通り、この山梨にはたくさんの魅力や地域資源というものがありますけれども、やはりそれがなかなか有機的に連携していかないであればこそ、触媒としてのですね、使い方もあるこのプラチナという言葉を使いながら、私自身やまた皆さん方、そして県庁の皆さん方が一丸となってあらゆる産業や地域の触媒になってほしいというふうに思っています。その触媒の動きというのはですね、歴史に学べば一つだけ法令があると言ったら語弊がありますけれども、私が接した本の中ではこのような話がありました。今からもう140年前になります。明治10年10月に横浜から2人の山梨から青年がヨーロッパに向けて、当時ですか当然船で旅立っています。ワイン作りの技術を学ぶという趣旨だというふうにお聞きしています。当時の主体は岩井村ぶどう酒造場会社からフランスへ土屋助次郎さんと高野正成さんを派遣するというふうなことで、当然海をですね、山梨県の皆さんは当時140年前ですから見たこともなく、当然船にも乗ったこともなくという、そういう時代であります。私はそのですね、お話を聞いたときに、ああ私が考えることと似てるなというふうに実は思いました。当時山梨県の県庁がどのように関わったとかというのは、もしかしたらよくご理解をされている方もいらっしゃいますが、あえてちょっとだけこれも触れさせていただきます。時の県連は藤村史郎さん、そして藤村史郎さんはこのお二人のワインを学ぶためにですね、フランスに技術をこの学ぶプロジェクトの支援をし、そして自らが岩井村ぶどう酒造場会社の株主になったというふうに発表しています。さらには当然藤村さんはそれぞれの明治政府の官僚の方もよく存じ上げているという形で、経済官僚の前田正成さんという仲を取り持ちながらその後押しをしたと。さらには、岩井村このぶどう造場会社の株主になるように県内の貿易商やまた製紙業者、金融業者、さらには農家の皆さん方にも呼びかけて株主をですね募ったと。このメインの任に当たったのは山梨県官業課長の福地隆治さんだというふうにお聞きをしています。まあ、そんな中で私たちが今現在いるわけでありますけれども、今山梨はですねワインという地場産業の製品をできるだけたくさん皆さん方に理解をしてもらおうと
という形で甲州ワインをヨーロッパに輸送すると、これは私も議員時代関わらせていただきましたけれども、今年で6年目になるというふうにお聞きをしています。この甲州ワインというのも当然いろんな事業者の方、また県庁の皆さん方のご支援もあって、評価は年々高まっているというふうに前知事からもよくお聞きをしておりました。その際にプロモーションですね、出席したヒュー・ジョンソンさんという、ワイン評論家の方が、ちょうどそのプロジェクトの際に、100年以上前、日本から2人の青年がワインを学びにヨーロッパにやってきた、そして今、彼らの故郷から、ふるさとから、皆さん方にこの美味しいワインを携えてヨーロッパへ売り込みにやってきた、なんと素晴らしいことだというふうに、論評されているというお話も、つい数年前にお聞きをしました。まさにこれが明治時代のですね、内村志雄さんはじめとする県庁職員の皆さん、そして民間の岩井村ぶどう醸造会社の皆さんの官民連携ということが、時代をですね、100年以上前に先取りした形でプロジェクトを起こし、そしてその触媒のですね、役割を果たしたということは、改めて私自身感慨深い部分もありますし、またそれが100年以上経ってですね、今未だに輝き続けているというのは本当に嬉しいことだというふうに思っています。したがってこのプラチナ社会構想というですね、このプラチナはこれからも皆さん方私たちが100年後にもですね、光を失わないようにチャレンジングに積極的に物事に携わるべきだという思いも込めて命名をさせていただきました。そんな中でですね、私も15年間農林省の職員として行政を皆さんと同じように仕事をした人間としてですね、あえてこれからの部分は皆さん方にお願いを再度しておきたいというふうに思います。行政公務員という職はですね、継続性安定性を重視しますです。これは私自身その経験を持っていますから、確かにそういう面があるというようなことは承知をしています。ただあえてこの2つの継続性安定性だけをイメージするですね、山梨県政という言葉は今日から使ってほしくないというふうなことでお願いをします。むしろ横浜県政から後藤県政に変わった中で、あえて国民の皆さん方の、県民の皆さん方の負託にどういうふうに応えるかということを、私が後藤県政の責任者として、皆さん方にこれからお願いをする5つの基本方針で対応していただきたいというふうに思います。1点目は2020年、これはすでに東京オリンピック・パラリンピックが具体的に決まっているとしております。そこまでに山梨が再生に向かうことができるか否かが山梨にとってのデッドラインだというふうに私自身は常日頃考えています。ぜひこの部分を皆さん方に共有していただき、その2020年に向けてそれぞれの県内の産業の基盤をどの程度まで強化できるか、この時間的限界ということをまず第一に意識の共有をしていただきたい。第2に、あらゆる問題の解決や新しい事業の具体化にあたっては、先ほどお話したようにできないと思わないでください。どうしたらできるかということをまず考えていただきたい。第3に、よくこれも言われていますけれども、仕事は失敗は当然します。ですから失敗を恐れないで仕事をしてください。チャレンジをしてください。チャレンジした人を人事評価ではいたします。第4に、常に国際的な感覚を持ちながら、鳥の目という部分と現場を凝視する虫の目の両方の視点を持って仕事に取り組んでいただきたい。第5に、私の任期中4年間に結果を出していただきたい。そしてその全ての責任は知事である私が責任を取ります。この5つの基本方針で県民の暮らしの向上のため、またその基盤となる経済活動の強化のため、新種の精神と県民に奉仕するという心構えを持って仕事に当たってください。今日は早朝から雪が真っ白く大谷に降り降りました。
私は先ほども何人かの方にお話をしましたが、実は晴れ男であります。晴天にはまだなっていませんけど、運の強い男だというふうにも思っています。冒頭も横内知事から昨日の退任式にあたって、塾に断行という言葉を送っていただき、次の式の際にはたくさんの人の意見を聞きながらも、最後はお父さんが一番ベストだというふうな思ったことをやっていただきたい、この2つのですね、言葉は冒頭も話したように、これからも私の編成のですね、ベースにしていきたいというふうに思っています。さらには最後にお話をしたこの5つの基本方針は必ず皆さん方と共有をですね、していただきたい、それをぜひお願いをしながら、私は皆さん方の先頭に立ち、全身全霊を傾け、ふるさと山梨をさらにさらに発展をさせていくため全力を尽くして働くことをお誓いをし、知事就任としての皆さん方への訓示のご挨拶にさせていただきます。これから何かどうお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そのままで、ここで職員を代表し、平井副知事よりご挨拶を申し上げます。全員お聞きになります。琴知事、第61代山梨県知事の就任、誠におめでとうございます。琴知事をお迎えをし、職員を代表して一言、挨拶をさせていただきたいと思います。ただいまの職員に対する訓示で、ダイナミックに悪用する県づくりに対する知事の決意を目の当たりにし、職員一同まさに身の引き締まる思いがいたしております。地方の時代ということが叫ばれて久しい時が過ぎたように思いますが、地方分権、地方主導の政策づくりは大きく躍進をすることがかなわなかったようにも感じております。しかし今年は地方創生元年とも言われ、新たな交付金制度が創設をされるなど、政府も本腰を入れております。潮目が大きく変わっているというふうに感じております。このような流れに乗り、山梨を大きく発展させるためには、知事が掲げます県民総参加の県政が不可欠であります。県民が心を一つにし、これからますます激しくなる自治体間競争に勝ち残っていかなければなりません。後藤知事の掲げます117の公約には、現在の県民生活に直結する問題から、将来の山梨の方向性を左右する大きなテーマまで、幅広い課題が含まれております。幸いなことに、山梨県は豊かな自然や最高水準の農産物、高い技術を誇る地場産業、首都圏に隣接する立地条件の良さなど、多くの宝を持っております。また先ほど公表されましたふるさと回帰支援センターによりますふるさと暮らし希望地域ランキングで山梨県が1位を獲得をするなど、他県の皆様にも山梨県の良さが認知をされてきております。これらの山梨の資源潜在能力を生かし、ダイナミック山梨を実現すべく、職員はオール山梨体制の先導者となる気概を持って職務に邁進をいたします。人口減少対策など待ったなしで取り組まなければならない課題も数多くあります。私たち職員一同、ただいま知事から訓示をいただきました思いを共有し、5つの基本姿勢で仕事に臨むことを徹底をし、常に挑戦的に変革を目指し、五島県政の推進に全力を尽くすことをお誓い申し上げ、職員を代表しての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして知事訓示を終了いたします。挨拶を交わします。総務に礼。職員の皆様は着席願います。